今回は牛肉とキャベツのオイスターソースによって方を紹介いたします。やわらかい牛肉にコクのあるオイスターソースを絡めキャベツと合わせた一品です。この動画のように作れば牛肉もキャベツもワンランク上の仕上がりにすることができますよ。それでは作っていきましょう。キャベツは手で剥がして食べやすい大きさにちぎっておきます。手でちぎることで味が染み合って包丁で切るよりも切り口からの酸化を抑えられます。ちぎれたら手で揉んで軽く繊維を壊しておきます。牛肉はもも肉のブロックを使います。切り落としやスライスでは出せない食べ応えがあるのに柔らかさがある肉に仕上げることができます。だからお店ではほとんどがブロック肉を使っています。ちょっと大きめの肉を買って小分けにして冷凍しておくといろいろな量に使い分けられるのは便利ですよ。牛肉を必要な量に切り分けたらそぎ切りにしていきます。包丁を斜めに入れ刃が入ったら下に削ぎ落として切ります。このくらいの厚みになるのがちょうどいいです。生姜は皮を四角に剥きそのままスライスします。材料は牛肉 200g、 キャベツ 220g、 生姜スライス10枚です。牛肉に下味をつけます。塩少々、黒胡椒少々、醤油少々、酒少々、全体に行き渡るように混ぜ合わせ軽く揉み込みます。卵を大さじ1くらい入れ肉に含ませていきます。肉に卵が浸透したら片栗粉を大さじ1くらい入れまぶして焼きます。最後に油を少量入れコーティングしておきます。次に合わせ調味料を用意します。水 100cc にオイスターソースを大さじ2入れます。砂糖を小さじ2入れます。醤油を大さじ2、酒大さじ2を入れます。よく混ぜたらごま油を少量入れます。最後に水溶き片栗粉大さじ 1.5 を入れます。キャベツは皿に乗せラップします。600ワットで2分加熱します。温めたキャベツのラップを剥ぎ下味をつけていきます。塩を一つかみ入れます。胡椒を軽く振りかけます。ごま油を少量入れます。箸で和えていきます。温
温めた鍋に油を少量入れ、キャベツを軽く炒めます。面倒でしたらレンジで温めただけでもいいのですが、炒めることで香ばしさと甘み、旨味がアップします。もう加熱してあるので、表面に軽く焼き色がつく程度で OK です。炒めたキャベツを皿に乗せます。このくらいに焼き色をつけます。牛肉を油通ししていきます。鍋をよく温めたら油を入れ、よくなじませます。油通しが大変でしたら、冷たい温度からゆっくり炒めていく方法を使ってもいいです。ですが油通しをすると驚くほど肉が柔らかく仕上がります。焼いたり茹でたりすると肉の表面から一気に火が通り、中まで火が通る入る頃には肉は硬くなってしまいますが、低い温度の油でしゃぶしゃぶするように火を通すことで肉が一気に縮むことなく肉が入ります。鍋を温めながらゆっくりと油をなじませたら、今度は冷たい油を足していき、油の温度を下げていきます。油の温度を100度ぐらいに下げたら、火は止めた状態で肉を入れ、油の中で泳がせるようにしてしゃぶしゃぶと油通しします。くっついた肉を箸で剥がしながらしゃぶしゃぶして10秒ぐらいで引き上げます。このぐらいに油通しします。少しまだ赤いところが残っていて OK です。鍋に少量の油を残しておき、生姜を炒めていきます。生姜も弱火から炒めていき、だんだん加熱していき、炒め香りを引き出します。生姜のいい香りがしてきたら、油を落とすした牛肉を鍋に戻します。合わせ調味料をよく混ぜてから鍋に入れます。火を強くして牛肉にタレを絡めるようにして炒め合わせます。加熱しすぎると肉が硬くなるので、このくらいで OK です。キャベツの上に乗せていきます。これで牛肉とキャベツのオイスターソース煮の完成です。牛肉はすごく柔らかいので、できる方は油通しをして調理してみてくださいね。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。